じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。クラスで何か死んだんですか。フレンドリーなんです。 ね、美味しい美味しい、いいですよね。すごい美味しい、ね、うん、でかいキャリーで来てよかったな。ちょっと待ってください。何を語るんですか今日、こう呼び出して。いや、とりあえずなんか今日パネルやって、うん、まあめっちゃいい作品じゃないですか。うんうんうん、なんか、うん、フォロワーがマジで増えなくて、うん、あ、ツイッターね、聞くほど増えないですね。聞くほど増えないんですよ、うん、なんか結構キャンペーンとかやっても、うん、宣伝費がここぼかすかもしれないですけど1500万なんですね。1500万あれば何万か払えるって思うじゃないですか、うん、あのといってもなんか700ぐらいはベーシックにやるホームページとか、うん、キービジュとか PV 制作費で飛んでくるんですよ、うんうん、その残りカスで、残りのお金で今カスって言う、何ができるかって結構限られてきちゃうんで、某デカ作品とかは、うん、デカ作品ってどうするの、もっと何千万とかをかけて広告打ったりとかするわけですよ。渋谷ジャックとかの話もやったことがあるんですけど、2、300万でできる交通広告とかだと、うん、そこにちょみんと出るだけで、ちょみんと出るだけで、じゃあどうするかって言ったらウェブに寄せた方がいいんですよ、ね、つって、あの大久保先生が眠そうな気がする。寝ないでください、真剣に考えてください。これは何人ですか今。2000ちょいなんですよ、うん、あのイベントやった後何人ぐらい増えた。みんなのおじさんの写真とかをいろいろ上げて、うん、マジやっくらちょっとおじさんしか出る。2626人です。結構増えました。でも意外と増えました。これあの動画見てる人はどっかどうせ着地点があってそこに向かって適当に話を作ってるんだなって思われてる。ないんです。ない今マジで焦ってる。焦ってるでしょ。それが伝わると思うんですよ、そのマジな焦りが。まあ、SNS のちょっと試作とか、あとなんかこう他の作品でやっててよかったよみたいなのありますか。いや、特にない。ジャンプで連載してたとか。ああ、ジャンプで連載するんだと。そう、眠そうな目で適当なこと言わないでしかも俺が言ったの大久保先生が拾っただけなのに、大久保先生だけめっちゃ怒られる。めっちゃ怒られる。俺たち4人でアイドルグループ。あ、それやばいっすね。いや、ごめんなさい、ちょっと何でもないです。俺たち4人で、俺、子供、今5人いますけど、どれが4人ですか。高校の4人で。俺たち4人でアイドルグループ。何かやるとか。アイドルグループ。アイドルグループ。ジェファー、俺たちが。見える衣装を着る。バンドをやるとか。バンドをやる。曲は誰が書くんですか。ジンさん。ジンさんダメ。ジンさんの曲大丈夫なんですか。あ、ダメだと。ダメです。ダメです。ダメです。この番組をやろうとちょっとカメラ回してみようってなりましたけど、なんか定期的に多分ここまでさらけ出す作品ないと思うんで、さらけ出させられる、さらけ出してください。そうそう、それでもいいじゃないですか。これ面白いですね。具体的だと思います。え、出てくれます。定期的にやって来てくれますよ。ってなんですか。全然来たくないけどなんか、ね、これ断っていいんかなみたいな。来てくれますよね。はい。あ言うてこの4人にスケジュール合わせるのそこそこ大変な気がしますけど、なんでプースカーですか。オンライン。オンラインでも最悪いいですけどね。最悪なんだ。まあでもライブでね、確かにできたらすごいことですね。とんでもないところですね。やりたい、やりたい。ジャスメンですよ。絶対このメンバー、そしてなんか、このなんか能力をなんか使った方が費用対効果絶対できます。対処得意でもね、対処得意でもね、PR のこと考えて。確かに。何枚かけたかった。じゃあ、適当なゴロをいっぱい書いてくれます。適当なことなんでね。適当なんで。じゃあ、もやしゴロ。もやしゴロ。サムライゴロ。サムライゴロでもいいし。サムライゴロ。エクゼロを書くの。ゴロのやつ、勝手に書いていいんですか。え、勝手にいいですよ、もうそんなの。え、もう、
最高です。そう、ちょっと10月これあるよねとか、やっぱどうやっても原作ものが多いんで、どうやってうちらがやっぱバシッと盛り上げていくかっていうのを引き続きちょっとやっていこうですね。やっていきたいな。愛着のある作品ですからね。いや、そうなんですよ。石川さん下の名前何でしたっけ？あかりんです。あかりんの髪選びでいいんじゃないですか？あー、それだ。いや、ちょっとそれはやりすぎっすって。今日でも石川さんの気持ちが伝わりました。熱意を伝えるすごい伝わってね。まあ、大枠ではそう、ギャンギャンに。なので次は宣伝戦略会議シャープ1をやります。はい、じゃあそんな感じですか。じゃあ締めはあかりの髪選びさよなら。あ、それがいい、うん、ナイスアイデアです。なエンディングでも入るんで。そう、うわかった、うわかった。いきますよ。はい、プルルルルルル。はい、あれだ、タブテリッチ。はい、あかりんのカメラビー、またね。バイバイ、バイバイ。はい、というわけで瀬下さんの、はいはいはい、LA でもいろいろこう、はい、ちょっとね、うん、宣伝ピンの石川さん中心にこうご相談乗っていただいたじゃないですか、宣伝の。あのちょっと生々しいやつですね。はい、はい、ただちょっとやっぱり引き続きこうね、うん、まだまだ宣伝難しいなとちょっと我々感じてまして、はいはい、今度情報解禁があるんですけども、うんうんうん、ちょっとそれをその反応をね、うん、お客様の反応を受けて、うんうん、またちょっと日本でもああいう会議皆様忙しいと思うんですけども、やらせていただけませんか。はい、はい、まあまあしょうがないですもんね。すいません。はいはい、わかりました。やりましょうか。ぜひよろしくお願いします。はい、あの、はい、そんなないんですか、予算。予算も大変、アイディアも大変。ごめんなさい。